で、チケノヤ、ワタウマケヤ、ウンジヤ、ウヤ、アビミソレって。浴びてくれそれって言ったわけさら、ヒヒヒって笑ってね、うん、そういう場面もあってね、うん、もう嬉しいね。凱旋しとってね、一般市民が、うん、分かってる人もいるわけだから。そしてね、やっぱりね、この間首里で首里市書館でしょ、うん、あそこちょっと高台バーであるわけね、うん、でその辺もみんなマンションできたりするから、そこでやったらね、女の人がね、買い物カゴあれして行く人がいたよ、うん、手を振ってね、うん、もうそういうね。でこの間またね、どこでやったかね、あ県庁前で、うん、この間日曜日にやった時にね、うん、男の人がね近寄ってきてから、自分はねなんか土地の立ち退きって言ったかね、なんとかそういうあれで市役所に大変不満持ってるって言ってね、うん、そしたらじゃ あのそういうことはね弁護士さんにね、うん、鳴らした方がいいから、私たちが今訴訟を起こしてるね弁護士さんとってもいい人がいるからって紹介してあげたの、うん、やっぱりねもうやってるとね、それから若さ、うん、若さね、ちょうど穴掘ってるのよね、柱立てる、もう穴を始めてるからね、うん、その掘り始めてるところでねやろうって言って、もうこうやってやってたらね、また人のおじさん来てからね、探していたよって言うわけ、探していたって言うわけ、そら なんでかねって言ったらね、もうこういうこと言う人がいないのかねってね、とってもね気になって探していたよっていう人が来て、でこの人は反対する人がいないかね、探してた、そうそう探してたって、そして喜んでね、で私たちが裁判のねあれが第1回ね、この間あったんですよ、うん、この私たちが訴訟したものの1回目のね、うん、それがあって、そしたらこの人来てたよ、また裁判のあれにいらしててね、うん、そしたらこの人がね、その裁判のあのあれ終わってからね、若さのね自治会長ね、自治会長何名かね、自分が非常に話のできる人がいるからね、うん、自分が話をするから、うん、あんた方がね直接行くと警戒するから、僕の方でちゃんとやってね、納得させておくからねってまた言ってくれてね、うん、ありがたいね、救いの道が見えるじゃん、ええ、だから面白いよ先生。だから私たちね、西頃さんと二人、はあ、西頃さんよかったね、私 ね、もう西頃さんにね、西頃さん凱旋しないとダメよって、これはもういくらもね郵送して資料を送ったり、うん、あれほどマンションにね入れさせたりやってもね、うん、これはねもう限度がある、うん、全部には及ばない、うん、だから結局凱旋をしてね、市民の人たちに聞いてもらうしかないですよって、こっちがもう錦織さんをね、うん、どんどんやって、うん、じゃあやりますかということでやりだしたんだけど、うん、もう今考えたら、はあやってよかったねと言ってね、東芝にしないで、もう毎日ねこれはもうやめられない、やめてはいけないねもう。ね、これストレス解消なんよ、すごくね、もう本当に溜まってるものを吐き出して、出して、うん、だからね、なんていうかね、5時か、私がね、なぜ5時って言ったかって言ったらね、5時以後、5時、6時、7時って頃はね、うん、だいたい主婦がお家にいるはずだ、うんうんうん、夕ご飯あるそうな、うんうんうん、でそこを狙った方がいい、はいはいはい、団地、はいマンション、ね、そういうね婦人の方々に、聞いてもらう方が早い、うんうん、これが一つの不動票になるからね、うんうんうん、そういう意味で5時以降を、うん、やってるわけ、うん、昼やったって昼はね電話しても人いないよ、だから昼っていうのはね、うん、ほとんどほら、うん、女の人でも勤める人多いでしょ今は、うんうん、おうちにいる専業主婦ってのは少ないから、ね、少ない、だから結局夕方
あの大体ご夫人たちがお家に、お母さんたちがお家にいる時間っていうのをね、狙ってそれをやってるわけ。だからね、もう面白いよ、本当に。人間のね、いろんなそういうのが見えてね、中にはもう、いやー、勇気がありますね、頑張ってくださいって今で言ってね、あの、だって考えてみたらですね、あんな市長のね、市長なんかをね、裁判に訴えるとかね、あるいはこの街頭でね、市長のね、ダメっていうことを言うって言ったのは、よっぽどのね、あれがないとできないでしょ。そういう一つの根拠を持ってるから言えるんだからね。だからそれ考えたら、あの、私はね、信念持って言えるわけよ。だって間違ってるんだもん。だからその間違いを許すからいけないの。そう、うん、絶対に許せない間違いがあって、ね、そうこれだけはね、我々の子子孫孫を不幸にする行動をやってるから、絶対に許しちゃいけない。絶対許されない。だからね、これもう本当にこの人が知人に立候補するの、県民総ぐるみでパカーンって歌ってくる、だからもうきっとね、私だからなんとなくね、これはね、阻止できるんじゃないかっていうね、なんとなくそういう希望がね、いいんですか、このまま入学されてからそのまま阻止してる。私はもうとても頼りにしてる。もう希望がね、非常に湧いてきてね、でね、あの、なんていうかね、こう やってるとね、自分でね、え、もうこんなことまで言うかねと思うくらいばっかり言ってるからね、聞く人がね、日本神道の神々の思いもある、だからね、沖縄守らんと日本がダメなの、そうなんですよ、運命共同体なのよ、沖縄は日本の命じゃなんだよ、だから、それをね、あの、この間もね、例えば智弘、この久高とね、この2人をこの大会で話をしてもらおうっていう話はして、じゃあ会ってほら、あの、交渉しないといけないかなと言ってね、あの、もうこっちは意気込んで、あっちが断るかもしれないの、いやダメ、もうこれを説得しないといけないと言って、もうそれから思いなんていうの、気負っていったところが、何の待っていましたという感じでね、ありがたいね、もうね、これがね、もうだから後でね、あの、西堀さんと二人でね、こっちの方がなんかちょっとあれ、こうして言ったものがね、え、逆もう本当になんかね、こっちの方がなんかあれだったねって言いながら帰ってきたんだけどね、もう本当にね、この二人とも待っていましたっていう感じで、すぐあのメモにしてね、いやー、やっぱりね、もうこれはね、いるんだ、神様がちゃんとね、守ってるよって言いながら帰ってきたんですよ。ありがたい、嬉しいね。これをね、あの、やる、運動を始めるその前にね、波の湯宮の大山さんに、あの、お願いに行ったんですよ。そしてそこでお祈りをしてもらって、そしたらこのね、大山さんがね、あの、金城さんって、もうあんたの後ろにね、神々がね、たくさんの神々がね、守っておられますよっておっしゃったわけ。私これがね、もう頭にこびりついてね、はあ、そうかねって。そしたら、なんかやってることがみんなスムースにね、運ぶわけよ。もうこれがね、もう不思議なくらい。それで昨日はね、あの、ちょうど、なんていうか、あの一緒に行った人がね、いたから、ちょっとさ、私ね、もうあんまりいろんなことがスムースに行くからね、大山さんにね、もう一度一遍は、あの、東京からね、帰ってきてからお礼に行ったんですよ、お土産持って、そしたらまたね、お土産をもらったって言って、またお祈りしてくださいました、何人が。だから、私その人にね、いや、もう一遍ね、もうあまりありがたくって、だからもう一遍なんかお礼にね、行きたいのよっていう話をしたんだけどね、またもう一遍ね、あの、本当にあのお礼にね、あの、行ってこんといけないねと思ってる。
ね、やっぱ士官学で応援してるし、もうね、なんかね、もうなんでこんなにと思うぐらいすごくあのこうスムーズにね、ことが運ぶから、珍しいねと言って、今度もいや私こんなしたら雅美さん入って書いて送るよって言ってくれてるでしょ、これもまたねこれもまたね大きな驚き、もう本当にね、ああよかったと思って、みんな協力者がどんどん出てくるよ、またね、あのこれはねやっぱりね、もうそういう意味でね、みんながね一つにならないと、そう、あの都市が一つになって、国守れるんだって、そうそうそう、もうこの足引っ張り合いしていたら、国滅びる、まあ、できない、これは、だからもうあの知事選終わったらさ、え知事選を終わったらよ、このおばあに使命があるわけよ。いやだから使命があるというのは、今教育で足りないのは、母ちゃんがよく言う神話、神話を要するにあの教室でやらんといかんわけさ、でこっちでこっち子供小さいから、まあ、10名ぐらい集めて、天照大神からの話とか琉球神話の話とかやらんといかんわけよ、それやらないと母ちゃんたちが言わないと国は滅びます、本当にね。で、陽子がアマテラスを見かも知らんかった。ああ、そう、だから子供を、このぐらい子供に教えるでしょ、このぐらいだってこれ アマテラスを見かみ、もしかしたらあの政治家もわからないよアマテラス大神もそうだけれどね、まあそれは神武天皇もわからない人多い、神武天皇、政治家からも分からんから、だからもう90のおばあの威厳でボン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 行ってやらんとか、頑張るよ2人で、だから結局ね、金城天皇って誰って言う人もいるって、政治家だよ、いや大変だよ今の政治家たち、こんなの何も分からん、金城天皇って今の上って書いて、これ金城って読むっていうのを名取正義さんも分からんかったよ、誰また吉正義さんなんかも、もう恐ろしいですね。これをね、やはりこう政治家がそれ分からんっていうのは、もう国が滅びる兆しが現れてるんだよ。俺から言ったら。もう恐ろしいよ。これね、日教組教育は日本を共産化するための組織だから。そうそうそう、あれとそれが目標だから。そう。そして目的だから、目的目標がそこにあるか ら、 だからそういうのを分からないね、あの人たち、あの特にも沖縄の政治家だね、だから言わないといかんわけさ、母さんたちは、私はね言うでね、これ言って、あのちょっとね三宅先生が見えてたんですよ、次世代の党の三宅先生がね、このこういうことがあるというのでね、慌てて駆けつけてきましたと言ってね、私たちが始まってから見えてたんですよ、で三宅先生もいらして、私はね三宅先生がねいらしておられるのでね、ちょっとお話ししたいんですけれどもね、沖縄のね市会議員、県会議員、市長、知事、ね、このね沖縄のリーダーと言われる人たちがね、未だかつてね、安全保障を正しくね、お話をした人がおりませんって。そうなのよ。でこれはね、私は個人でお金さえやればいいんですか、これを言いたい、ね、金さえ沖縄にやればいいんですか、私はねこれがね大きな間違いで、あの本当にね、あのこの自民党本部っていうのもね、この支部にね、支部にそういうね教育をやって、みんながね安全保障というものを、で沖縄が一番基地を持ってるんだから、なぜ基地があるかっていうね、この安全保障の話をすると戦争が始まるという反論が出てくるから、だから反論を抑えきれないから言わないわけよ、マスコミから叩かれたらどうするかと、なんか政治家は当選するのが目的だから、だからあれたちを給料さえもらってればいいわけ、だからね、そういう人たちは我々が言う以外にない、だから私それはっきり言ったわけ、自分たち肩書きも何もいらんさ、だから
何でも言えるわけ。そう、私たちはね、うん、自分たちが言わないと、うん、だから私ね、もうこの際ね、強くある言わんといけないと思ってね、あの三宅先生って先生がおられるからね、うん、沖縄の国会議員といえどもね、うん、安全保障についてね、うん、未だかつて正しい ね、うん、安全保障の話を聞いたことありません。だからそこにね、沖縄の大きなね、この左翼をはびこらせた大きな原因がここにあるんですよ。それをね、だから憲法改正したら徴兵制ができるとか、戦が始まるとか、こんなもんじゃないよっていうことを国会議員を言えるだけの知識を持たないといけないのよ、うん、集団的自衛権っていうね話が出たら、うん、保守の議員は真っ先に県民に ね、うん、ねあちこちでね、あの街頭演説してでもね訴えるということをやればいいのよ。そうなの、これがやれないでしょ、うん、これこういうね、あの、うん、でこのなんていうの、あの真っ先にね反対をやる人は左翼でしょ、うん、これに対する反対、そうそう、戦争になりますよ、そうそう、ね、そうそう、こんなことを言うからね、みんな洗脳さ、戦争、沖縄の人は戦争といえばもう一殺さ、うん、戦争といえばその意味がわからんから、だから私は大東亜戦争なぜ起きたかと、国防というのは戦争にならないためのものであるということを、その抑止力っていうね、そうそうそう、同じ向こうがそれだけの軍備を持ってるんであれば、うんね、ここもそれに対する、ね、ものを持たないと、そう、これはどちらかが強かったらやられるの決まってるから、うん、そういう意味での抑止力というのはもう絶対必要なのね。でこれを政治家は怠けてる、ね、全然これたちね分かってないから、だから新聞で叩かれるのが怖いわけ。そうなの、そうなの。だって新聞はこれをね、なあ、そうそうそう、狙ってるわけよね。誰が何言うかってね、あれがこういうこと言ってたって言って。だから、失うものを持ってない、うん、我々が言える。そう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 。私はその点幸せ、うんうん。何言っても失うのないのに。叩かれる理由もないわけよ。本当。うん。これがね、政治家だったら叩かれるわけだね。そうそうそう、だけど叩かれるあれも持ってないから、またね、反論が出てくれば言えるだけの持ってるから、そうなの、そうなの、これね、反論が来ることを私むしろね、うん、そこにね、例えば私がね今公明創成会の話をね、うん、しょっちゅうやるわけね、うん、向こうからね反論が来るとね、うん、なお面白いけどねって思うけどね、何にも出てこないわけよね、何にも出てこない。日記を捨てて一緒だよ、うん、日記を捨てて一緒、うん、だからこのね、うん、だから言うでもね、この米創生会っていうのがね、うんうん、今先生中国とね、あ、琉球と中国の架け橋とはっきりとこれね、9月12日にね、あの美術館で、うん、美術館でねこれを展示してね、もうあの頃のね、いいもの、いいことやったというものを展示して、今度は2日目はっていうとね、うん、あの天日とかああいうところみんな見学させて、うん、あの復習園あのところみんな、あのつまりこの36世がね、久米創成会のそういう先祖がやってきたものをこう見せるわけだ、うん、そして3日目かな、シンポジウムがやる。で私ゆでこれをねやって、皆さん、私もこれをやったら、ね、皆さん、これの宣伝ではありませんよ、ね、これは何かというと、はっきりとね、琉球と中国の架け橋といって、ね、でだから結局この創成会の要請を受けて、あの尾長那覇市長がこれをマスタープランにした、そして今のこの工事事業が始まってる。でこれはだから私が言った習近平と尾長市長とこの久米創成会、このね3つのこのグル、これがね問題っていうことを言ったわけよ。でそれをこうあれを見せてね、でそういうね考えてみて先生、今頃ね
今の中国を何と思ってるの。だからそれをね、琉球じゃないよ、こっち沖縄県なんだよ。おちくの琉球って言うことは大嫌い、だからそのね、今沖縄県なの、この人たちは。だからね、この人たちはね、日本人になりきれないんですよ。いつまでも中国のね、子孫であるわけ。この久米のね、久米創生会、そういうものを持ってる人たちがね、お長と結託をして、お長に相当ね、やってると思うわけ。それでお長はこれたちの言い分を聞いた、だからあの土地も無償で貸した、ね、無償で貸した、そこにね、皆さんね、考えてください。一ね、創生会というね、団体にね、なぜ那覇市のね、那覇市所有のね、土地を無償で貸すんですか。おかしいよね。もうこれだけでもね、これだけでもおかしいんです。おかしい。でその時に私、市役所でね、じゃあね、あんた方ね、でこの教養の場としてって言ったから、じゃあね、あんた、例えばイスラム教がね、そこもね、どちらかというとあの人たちもね、自分たちのある教養の場と思ってるから、教養の場ということでイスラム教がね、モスクをね、建てたいと。じゃああんた那覇市のね、土地無償で貸しますかって言ったわけよ。そしたらね、いえ、できませんって言う。なぜって言ったらね、これには答えない、黙ってた、ね、そういうね、ことはね、不公平でしょ、不公平、絶対不公平でしょって言ったわけ。で私たちはそれをね、あのせっかくあの公園っていうのはね、あそこにね、あのスペースがね、あのこれだけを全部あれしたらね、子供たちがね、野球もできる、テニスもできる、子供たちがね、やるだけの、あれが、コートができる、そういうことをしてる。あの公園というところに、なんであんなものを建てるかっていうのがね、もう謎なの、これはね、っていうことは、あの時に私がこれをね、やるって言った時に、あの奥重治が、あんたね、私にね、なぜこんなことやるかって言う、あれ抗議するわけ。だそのね、36世のね、創生会たちはね、那覇市にね、相当土地をあげてるんだよって言うわけ。じゃあその代わりにね、あそこ無償にしてるのって言ったわけ。もしね、そうであればね、賄賂じゃないかって言ったわけ。その私がこれ始めた時に、向こうはもう、あのあれ、お腹の加勢をして、あんたそんなこと言うんだったら、あの県議会のね、あれから取りなさいって言った、まずはね、今この竜のこれから阻止する、これを阻止することから始まる、そしてあとね、だんだんそういうものをみんな取り除けるように運動はずっと継続するっていう話をしたわけ。そしてこれをね、私あの監査の時に、私たちがあの訴訟を起こしてね、監査の時に監査から呼ばれて、あのまたこの陳述をすることがあった、その時に私それ言ったわけ。あの何かしらけどね、先生ね、そこにね、あのよって、あのあれはないけれどね、立ってね、話をしなさいと、そこの話から出たわけ。実はね、私がこの運動を始める時にね、ある人からね、こういう電話があった。この久米創生会は那覇市にね、たくさんの土地を提供していると、ね、たくさん土地をあげてあると、ね、だから久米創生会は土地を持ってるの？これたちはね、相当不動産持ってるわけ。で今ね、この公園のね、もともと私族だから、だからその時に、もう先生、その時に彼らはもう貯めてるわけよ、もう全部自分たちがもう、そしてこのね、つまりあの廃藩置県になるね、その時にはもうものすごく反対したの、この人たち。そうこの人たちは反対したの、あの反対する理由は分かる、自分たちの地位が落ちるから。そうそしてしかも、自分たちのその先祖がね、ずっとやってきてるからっていうね、一つの中国的にあれを持ってるわけ。結局琉球の王様
うど。そう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 。だからそのね、自分の土地もなかったっていう、うん、村地っていうのがあって、だから先生、明治になったから、うん、みんな平等になったわけでしょ。そうなの。そこでは農民はもう、うん、勉強もできない、それこそあの、うん、裸足でね、本当にあの惨めなね生活させられて、士族だけがいい安定して、うん、歌や踊りに興じてね、切れ物を着て、そういうことやったんでしょ。だからあの武器は倉庫に収めて、三味線持って後ろに上がったって言うでしょ、うん、それで歌うのに、うん、だからだから、だからね、それでね、あのね、私このあれを、他の人たちは、うん、沖縄全体が琉球王朝時代をああいうものだと思って思ってるわけで、夢見てるのよ。そう、濃度がどいかなる惨めな生活してたかと、うんうんうん、原始共産主義だよ、うんうん、もうだから村人があって、うん、一人生まれたら、はい、この子の分っていくつぼって、まあ、いや後で死んだら帰る、うん、生まれたらまたやる、やる、こういったふうに自分の土地っていうのがね、今ここを耕す、うんうん、また次はここを耕す、うんうん、ちょうどね、徳川家の300年続いたの、うん、あの参勤交代があったでしょ、うんうんうん、豊かになりきれんわけよ。そうだそうだ、こっち耕して、うんと土地を肥やして、うん、あの作物が豊作になるようにしようと思っても、今度こっちになっちゃうから、できるようになってるんだよな、そうなあれだなって私今勘ぐる。だからね、こっちになってるんだよな、琉球王朝時代が廃藩置県をもうありがたい。今ね先生ね、考えてみた、例えばあの薩摩のね、うん、薩摩の信仰をいかにも悪く言ってるでしょ、うん、私たち考えたら薩摩の信仰があったから初めてね、今ね私たちは日本人としてのあの沖縄があるんであって、もしそうでなかったらもう中国に取られてる、ね、もしあの私ほらあの琉球方言は、うん、あの古代日本のタイムカプセルっていう本を読んだんだけど、昔から沖縄は九州の一部だったんだよ。というのはね、結局ね、王のね、あとは春天王でしょ、うん、春天王、この春天王というのが結局源の天界って言われてるでしょ、うん、そしたら歴史上だとね、源のね、このこれと薩摩のね、島津家とはね、遠い遠いね、繋がってるって、うん、あの、あれが子孫、繋がっていて、うん、薩摩が島津がねそこに侵攻してきたのは、大義名分はね、先祖がね、先祖が最初にね琉球王としてね、春天王、春天王やった、 そこに沖縄という琉球、つまりあの頃の言えば琉球、あの琉球王というねで始まってるから、先祖がね残した土地を私たちは取りに、つまり取り返してもらうということで、あの島津はね、私は理解できる、うん、島津はね、そうそう、もともと九州の一部だったわけよ、うんうんうん、今も九州の一部、うんうん、そうそう、でそういうね、うん、ことが歴史上あるんだけれど、うんうんうん、この沖縄のね歴史っていうのはね、第二章史からをたくさん書いてるわけよ、うんうんうん、で第一章史っていうのは、うんうんうん、このつながりなのよね、春天王からのね、そう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 、つながりで、しかもね第一章史はね、あの浮島というね、うんうん、浮島神社っていうものをね建ててるわけね、浮島神社はね天照大神をお祭りしてるわけよ、そうそうそう、ね、でそういう一つの立派なね歴史があるわけ、うん、それが日本と切り離されたのは第二章史からね、うん、おかしくなってるわけ、うんうん、で第二章史がね あの最初はあの金丸、金丸ってね57歳で王になってるわけよね、うんうん、先生、あの第一章史クーデーターでやられたの分かるでしょ、第二章史は、うん、第一章史をクーデーターで倒したわけよね、
第 7代目でね、うん、そしたらねこのね正体王かな、うん、これはですね毒殺されたんじゃないかと29歳で、うんうん、急死したということになってるわけ、うんうんうん、そしたらね29歳で急死っていうことはね、うん、おかしいと、うん、それでね毒殺をされたんじゃないかというね、うんうん、噂があるわけね、うん、でその時にこれが亡くなった後にこの子供を王にすべきだけれども、うん、クーデーターを起こしたわけよ金丸が、はいはい、そして自分が王になったわけね、うんうん、そしてその次の2代目だねその金丸の次の王が、うん、その頃からは少々この、 あの王のねあれが中国とのあれもねちょっとずつうまくいかなくなってそしたらねこの 2代目のこの王がね中国からね竜の頭を持ってきたわけよあの首里城の、うん、首里城のあの竜は、はいはい、この第二少子になって中国のいわばおもねって、うん、つまり中国の機嫌を取って、うん、あのこれを持ってきて、うん、今後ともよろしくというねこれが竜の柱だからこれをねだから私が言いたいのはこの今観光協会たちがねあちこちにこれを建てて首里城の竜を見てねやってるんだということはね大きなここにね間違いがあるわけよなんで第二少子がそういう意味で持ってきた、うん、つまり中国のね機嫌を取ってそこへこれを持ってきた、うん、これが何であるか分かってないねそうするとこれはここに竜があるということは向こうのシンボルだから、うんうん、そういうことをあの頃はあの頃はそれでもよかったわけよね、うん、結局、まあ、あの侵略そうだから中国としては属国であったというわけよ、うんうんうん、中国としては元この沖縄は我々の属国であったと、うん、だから結局取り返すんだ、うんうん、で琉球って筋が通ってるよね、うん、筋通ってるのよ、うん、そうするとね沖縄のね復帰というのはねあの中国に言わせればよ、うん、沖縄の復帰というのは世界のね世界の一つのねあの法にはね、違反してると言ってるわけね言ってるみたいね、うん、おかしいでそういうことをね言わせているわけね、まあ、これ言ってるわけね、うん、だこれはだから結局あの中国は捏造してねでそこで利用されたのがこの創世会、うんねうん、創世会が墓参りに行く墓参り先祖墓参りにある福建省、うんうんねうんうん、行くとそこで今度はもう習近平としてはいやいいかもだと、ね、バカといいかもだと、ね、そこでうんとねもてなして、ね、あんた方の先祖ここにねこれだけこうして先祖おられるんだよと、ね、それならば沖縄っていうところ今のね琉球はあんた方のね先祖によってねすごいねあの立派なね沖縄県になったんだとつまり琉球になったんだと取り返すよ、ね、ここをねうまくね習近平に利用されてるのがこの創世会、うん、でそれをねそこに輪をかけてこれたちはどうしたかというと、うん、どうしてもねこのお腹これさえやれば効くからね、うん、これで買うわけこれをね、うん、するわけ、うん、そして結局今度はこれを中心にして、うん、向こうに最初150名これたちを連れて行った、うん、その時にあの福建省で、うん、あの市民称号をもらったわけ、まあ、名誉市民称号をもらったわけ、うん、だそういう一つのね筋書きはねきれいにねできてるんですよだそれをね私は一生懸命言ってるわけこれを暴露したら、うん、県民は目が覚める、うんこれはね、一生懸命です、これ、うんうん、これはね、うん、皆さんね、新聞は書きませんよって言ってるわけ。そうそう、うん。新聞はね、こういうことを書くとね、うん、中国とのね、うん、協定を破ることになって、中国から大変なね、お仕置きをされるんだね。そうそうこれはね、あの、言いませんよって。だから、私たちは街頭からね、
皆さんにお知らせをしてるんですよ、うん、私言ってるわけ。もうこれはもう街頭演説でしか、街頭でしか言えない。もうそれ昨日、昨日なんであの大戦から登って、うん、こっちにあのチャンネル桜のメンバーがいるわけさ、うん、じゃなくてパレットの方に向かって後ろは無視いいじゃない、こっちテロ先生って言うけど無視って言っちゃうあのね、もうこれある人だね、次々ね、うん、あの出てくるのよ、うん、おそらくね、うん、背後に日本神道の神々が応援してらっしゃるからね、自分を予想しないような言葉も出てくるよ。出てくるんですよ、うんうん、出てくるだからね、うん、もう街頭演説をしててね、もう本当にね、なんていうかね、さっき先生おっしゃったけどね、もう本当にね、自分がここに持ってるものね、うんうんうん、みんな吐き出すでしょ、吐き出してね、うんうん、あの分かれるよ、みんなね、疲れないねとか、疲れるところかね、もう元気になる、あの体調よくて、安くに行くときに、うちの、ま、うち安くに行くさ、うん、うちの兄弟多いから、うん、うちのまた長男、あれ言え、これ言えって言うわけさ、うん、眠れないで、無の歓迎してから、ええ、あんまりいいスピーチしないわけさ、うん、で、長男なんかが来なかったときは、何も考えないから、もうボン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 喋る。これはね、あのね、誰からもね、何をね指示されない方がいい。あの私はいつでもね、マイクを持ったらね、もう出るように出してる。何を言おうとかっていうのを考えない。うん、ただそこに出てね。で、テル先生はだから子供なんかが口田さんから言うわけさ。おちの子なんか、うん、私がやってること何も干渉しない。何もわからんはずよ。うん、だからうちのまた長男なんかこれ行った方がいい、あれ行った方がいいって言ったらうるさいわけよ、うん、言いたいようにはそれいいさって言われる、うん、例えばね、私はね原稿を書くでしょ、うん、原稿も書かない、なぜかと、うん、原稿を書くとね、ここにね囚われてしまってね、引っかかるよね、引っかかる、私も原稿はもう、うん、難しい、うん、だからよくね、どっかであるさって原稿は、あ、原稿なんか何本書く、これ言う、これ言う、これ言う、これだけでいい、うん、そうそうそう、うん、で今回そんなやったさ、うん、だから秀勝さんからもとこれ言った方がいい、あれ言った方がいいってなってやったやだわけよ、うん、あっちは、まあ、これ言わないと意味がないとかあっちはまた自分が若いから、うん、お母さんは年寄りだから、なるほど、アドバイスしてるわけさ、ね、うん、余計なお世話っていうの、そう、余計なお世話するわけよ、うん、だけどあの、そんもうあの若い人たちのね考えっていうのもそれは悪くないけど、うん、私たち先生も私もね、うん、戦後教育を受けてきているね、うん、一つのあのなんか真から日本国民としての教育を受けてきてるでしょ、そう、受けてきてるからそういういわば感覚でものは出てくるのよね。それはあのまああのあのなんていうか長男や次男ね、うん、ああいえこういえっていうのわかるけれども、うんうん、そういうことよね。結局あの今語らなければいけないのは、うん、戦前の教育を受けたお互いが、うん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 、元気なうちにしっかり若者に伝えておかないといけない義務がある。そうだから私はね、あの教育がね変わらない限りね、日本という国はね、もう私もこれはずっと思い続けて、もうこれはね、なんとかこのね教育を改革、教育を変えるということがね、一番私は大事だ、あの、うん、大きなね、うん、あの、あれだと思う。テル先生、あの、那覇市長選は誰が出るって、情報入ってる？あのね、最初ね、あのお腹はね、自分が知事に出るでしょ、うん、市長はね、革新系のこれをいいポジションにつけてるんだ、うん、もう現在でしょ、うん、でこれを出す予定だったところが、うん、今自分が今度は向こうに確信になってるでしょ、うん、そうするとね保守票を失いたくないということで、うん、急遽これを今度は
保守系から出すと、市長を保守系から出して革新の票も取ると、そしてそのということはほら同時でしょ、ね、同時だから結局那覇市に入る票は自分にも入るということになるでしょ、そう那覇市の票を失わないというね、あのずるい考えを持ってるわけ、そこをね打ち破らんといけない、で私はこの間も言ったけどね、誰が出るって目でも立ってない、ここは麻生が出そう、麻生正明が出るっていうような話だよね、まあね、あの麻生が私ね、あの西目の長男、あれが出るとかって噂があったから、ああもうこれはもうダメよ、あれが出たらもうダメ、もう人気ないよね、だから結局なんていうの、ちゃんとした保守系の人が那覇市長になって、まあ、20時間かかるかもしれんけど、行く保護者を教科書に書いていくっていうシナリオ、また運動しないといけなくなるわけさね、だから石垣がものすごい教育がガーッと上がってさ、だからね、朝とか出るんだったら県内で行く保護者取ってるのは石垣しかないんだよね、今のところ、だからね、大変ね、だからね、あのね、とにかく朝とか出るんであればいいよ、まあ、見てほしいね、あそこでは落選はしたけれどもね、しかしまた市長とはちょっと違うから、朝とならばいいと思う、いいね、だから革新のね、この市長をこのお腹が誰にするのか、そこがポイントだね、そしてね、このね今ね